け。おーい、インカレ出場、決めれるようにまた頑張るので、土曜日、また応援よろしくお願いします。気をつけて。お疲れ様でした。関西大学前田監督です。同志社大学との試合で 3-0 で勝ちました。おめでとうございます。まあ、どうですか試合を振り返ってというところで、チャンスを最初の時間帯から作れてたんですけど、なかなか決めることができなくて、まあ、苦しい展開になるかなと思ったんですけど、まあ、飲水後、クノリがうまく、ヘディングで合わせてゴールしてくれたんで、そこから2点3点本当は欲しかったんですけども、90分通して2点目3点目取れたんで良かったんですけども、まあそこの時間帯でもう少し取れてたらなっていうふうには思います。前半のところで取れてたらなっていうふうには思います。なるほど。で、まあ前線の関学戦から、先発 4選手変えてきましたけども、この辺っていうのはどういう、まずは相手がセットプレーが多いということで、まあ、より体格もいいキーパーがまた見返えて、であとはフィジカル的に、同志社の選手が強いんで、まあ、木村であったりとかっていうのも変えましたね。でまあ、ちょっと開幕戦で0-3ということで敗れてから、こう気持ち的にも結構ちょっと沈んだりというところもあったのかなと思うんですけど、この3日間でよくこう戻してきたなというか、そういう感じだったらどうだったんですか。まあ、選手の中ではやっぱり開幕になると力の差を感じた場面は多かったと思うんですけど、まあ、実際はチャンス決めれたら開幕戦もそれほど悪い試合ではなかったかなというふうに感じてたので、そこまで気落ちしたりとか焦ったりする必要はないんじゃないかなと思ってました。で、まあ、そういう中で選手が今日うまくスタートを、切りながらフレッシュにやってくれたと思います。で、まあ、監督もおっしゃいましたけど、前半10本ですか、シュートあって1本しか決まらなかったというところで、この辺でちょっとこう監督としてはやきもきするような場面だったと思いますけど、いかがですか。そうですね、あそこで本当に、まあ、厳しい試合になると2点目が、
が取れないと盛り返されたりとか、すると思うんで、まあ、今日のところは、まあ、決めてほしかったなっていうふうに思います、で今日フォワードで、まあ、先発出場で百田選手がやっとこう決めてくれた時が17分でしたとだったと思うんですけど、後半なかなか1対1で2本ぐらいちょっと外してしまってというのがありましたけども、どうでした百田選手の。そうですね、あれほどチャンスあったので、まあ、1本流れの中から決めてほしかったんですけども、まあ、フォワード何回も何回もチャンス作って、まあ、1点取っていくっていうのがフォワードの見せ所でもあるんで、まあ、最低限の結果だったかもしれないですけども、まあ、最高ではなかったと思います、本来であれば2点3点決めれる力があるんで、まあ、次の試合ではしっかり決めてほしいなと思います。なるほど。で決めた後すぐ交代しましたけど百田選手、あれはもうもともとシュート決まろうと決まらないで交代しようというようなところだと。そうですね、あの守備の面で、かなり前半から、グノリも百田も走ってたんで、その方は一歩を変えて少しでも守備の負担を、交代して選手が担ってほしいなと思ったんで、まあ、守備面も含めて交代しました。なるほど、わかりました。でまあ、全日本インカレ出場するためにはもう残り3試合2試合かもになりましたけども、まあ、全部勝たなくてはというところはあると思いますけども、いいスタートというかそういう意味ではどうしたと、ね、切れたと思いますが、いかがですか。そうですね、本当に3連戦、これ全部勝たないといけないんで、まあ、そういう中で、まあ、前期はうまくいってた部分も多かったんですけど、今期うまくいかなかったっていうところはたくさんあって、まあ、1年間通して波があったんですけども、最後の最後にしっかり勝って、インカレに行ければいいなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこを目指して最後までやっていきたいと思います。なるほど。今日の試合っていうのはどっちかというと左の、まあ、中西選手ですか、2つのアシストを決めてましたけども、やっぱ 左の攻撃、左からの攻撃というのがこう結構有効的だったなと感じたんですけど。そうですね、あの松尾は警戒されてるんで、そうすると、まあ、どうしても左が空いてくると、うちとしては左右両方機能してくると、まあ、相手としては止めどころがなくなってくるっていうところで、まあ、足立も含めてよく機能してたかなっていうふうに思います。なるほど。でまあ、次はまあ江南大学戦ということで土曜日ですよね、もうすぐありますけども、次に向けてというところで最後お願いします。いいサッカーをして、勝ちたいというところが、本音なんですけども、それよりももっと上回るような、もうとにかく勝ち、内容はさておき、とにかく勝ちっていうのがもう今は必要なのかなと思うんで、まあ、共にフォーカスしながらチーム準備していきたいと思います、はい、今日は先制点を取りました久野井選手と2点目貴重な追加点を挙げました百田選手です。両フォワードに来ていただきましたけども、まず同志社大学に負けられない試合で3-0で勝ちましたけども、どうした久野井選手今日の試合を振り返ってというところで。そうですね、まあ、もうチームとして負けられない状態だったん でやっぱりフォワードが点を決めるチームは強いと思うし、まあ僕とか野中が点取って今日勝たす強い思いを持ってゲームに入ったので、まあ、それが今日は結果に現れて、まあ、個人としてはすごいホッとしてるし、チームとしてはすごい次につながる勝ち点3をゲットできたので、まあ、ボールことなく、次も勝ち点3を取れるように頑張りたいと思います。百田選手はどうでしょう。まあ、チームとしては勝ちが最低条件っていう中で、まあ、勝つことができたのはすごいホッとしてますし、まあ、個人としてもまあ、すごいいろんな悔しい思いっていうのが、まあ、積み重なってた中でやっと一つ、まあ、ゴールっていう結果になったので、まあ、それもホッとしてます、でまず前半の25分だったと思いますけども、久野選手が、中西選手からのボールをですね押し込んで、まあ、ヘディングシュートですよね決めましたけども、いかがですかあのプレーを振り返って。いやヘディングで決めることなんてめったにないんですけど、なんなら苦手なんですけど、まあたまたまショーマン見たときに上げてくるなと、まあ、直感で感じたんで、まあ、今日はマナトが、出てて中のクロスいっぱい上げてほしいっていうのをサイドとかに今要求してたので、まあ、それがたまたま僕だっただけで、まあ、気持ちよかったです、あまりヘディングシュートは普段あんまりないと。ないですね、はい、おでも今日はそういう形になりましたけど、まあ、1年に1本ぐらいのでもその1年に1本というのが非常にこう貴重な先制点になりました。いいタイミングで取れてよかったです、久野選手は対大戦でも1点決めて非常に貴重な1点を取ってますけども、やっぱそういう時はやっぱチームも勝ってるということなんですけど、どうでしょう。なんか僕
ガチ見た時勝ってるみたいで、うん、まあ今後も僕が決めたら勝てると思うので、うん、まあ頑張ります。で今日はあの、まあ、百田選手とのコンビ、はい、まあ、いつも西村選手とのコンビが多いんですけども、はい、どうでした、このあたりの先発がカンカン戦から変わりましたけども。そうですね、まあ、マナトとは、まあ、結構タイプが同じタイプなのでポジションをかぶったりすることもあったんですけど、やっぱり自分たち2人で話し合ってどういうプレーをしたらどう生きるとか、点を取るためにもっと離れたり近づいたりしていこうっていうのは普段から一緒になった時には話しているので、まあ、全然僕はいつもと変わることなくプレーできたし、なんならマナトが常に中で狙ってくれているので自分は下で気持ちよくプレーできたり、まあコンビネーションとかもすることができるので、まあやっぱりすごい頼りになるフォワードというか、まあ直感で言ったら全然僕とかよりマサキとかよりも点取れるフォワードなので、まあそこは一緒に組んでよかったなと思います。なるほど、わかりました。でまあ、前半1対0で、折り返すということなんですけども、まあ、後半にかけてもこうかなりチャンスがあってなかなかこう点が決まらないと追加点が取れないという中で17分コーナーキックからヘディングで合わせた百田選手ですけども、はい、いかがでしたこの2点目というのは。まあ、ずっとチームとして狙いのポイントとしてニアのところは、うん、まあ、明確にあって、まあ、自分がそこに入っていって、まあ、うまく雄太君が上げてくれたので、まあ、しっかり当てるだけっていう形だったんですけど、まあ、それまでに個人としては、うん、まあ、チャンスが2本ぐらいあったんで、まあ、それを足で決めきれないからこそ、まあ、そこで頭で決めるしかないっていう形だったかなっていうふうに、うん、まあ、どちらかで言ったらホッとはしたんですけど反省の方が多かったかなっていう印象です。なるほど。まあ、本人もおっしゃる通りこう1対1という場面が、まあ、2本かな僕も見る限りであったんですけど、ちょっとそこが決めきれずにというところがあったんですけども、やっぱどうだったんですか、なかなかこう決めれなかったというのはどういうところがこう。まあ、自分はそのチャンスまでは最近ずっといけてて、うん、まあ、そこで結果がポンって出るか出ないかっていうところが、うん、まあ、課題というか、まあ、苦しんでたところであったんで、まあ、今回コーナーからのヘディングっていう形であったんですけど、うん、まあ、一つこう点数っていう形にはなったんで、まあ、そこでちょっと自分的にもこれから乗っていけるんじゃないかなっていうふうには感じています、うん、なるほど。でも平田選手どっちかというと、まあ、後期というのはその、まあ、途中から出場という途中から交代して出場することが多かったんです。今日、まあ、先発でというところがあったんですけども、いかがでした、この先発で出場するというところで。まあ、2節ぐらい前もスタメンのチャンスが2試合ぐらい続いてあった中で、やっぱりチームもその時苦しんでいる中で使ってもらってたにもかかわらず、自分のところで打開、まあ、チームを良くすることができず勝たせることができずっていう状況だったんで、やっぱり、まあ、悔しかったし、まあ、そういった思いがあったからこそ、まあ、今日こそはっていう気持ちもありましたし、うん、まあ、そういったところが、まあ、最低限の1点取れて、まあ、勝ちにつながって良かったんじゃないかなっていうふうには思ってます、うん、なるほど、わかりました。やっぱり試合を見てるとフォワードが決めればやっぱ勝てるなというところあると思います。今日本当にお二人見事な働きをされているのかなと思うんですけども、どうですか、やっぱりフォワード俺たちがやっぱ取らなきゃいけないという意識を強く持って、特にカンカン戦ちょっと点取れずというところ終わってしまったので期するものがあったと思いますけど、いかがですか久野里選手。そうですね、やっぱり僕がずっと思ってるのは、うん、ずっと言ってるんですけど、フォワードが点決めるチームは強いっていうのを言ってて、うん、まあ、いっぱいサイドハーフの選手とかもう点決めれる実力というか、点決めれるユータとか翼とか点決めれる実力があると思うんですけど、うん、やっぱりフォワードが、点を決めることによってチームとしての士気とかも上がるし、まあ、やっぱりフォワードが決めるチームは強いし、うん、僕がまあ、その役、僕たちが、僕とかマナトとかマサキとかがその役割を担っているので、まあ、勝つも負けるも自分たち次第だなっていうところはずっと1年間通して思ってたので、まあ、自分が点を決めて勝たすっていう強い思いを持って常に試合に挑んでいるつもりです。なるほど。と、まあ、今久野選手がいろいろ話してくれました。フォワードにも強い意識を持ってというところだったんですけど、百田選手はどうですか、まあ、一学年上、あ、下ですけど、まあ、瀬谷君もいつも言ってるんですけど、うん、そのフォワードが点決めるチームが勝つっていうところは、まあ、すごい言われてる分意識してるところですし、まあ、その
今フォワードとして主に出てるのが、まあ、僕と瀬谷君と正樹っていうところで、まあ、そこの3人で、まあ、いかに90分の中で点数を取れるかっていうところは、まあ、すごい意識してるんで、まあ、これからもフォワード、まあ、フォワードだけじゃなくてもいいんですけど、まあ、フォワードが一番近いポジションなんでゴールに点決め続けていかないとなっていうふうに思います。わかりました。でもう絶対にインカレ出場には絶対負けられないという試合で、まあ、3試合あって1試合目をいいスタート切れました。どうでしょう、次節以降に向けてということで最後久野選手からお願いします。そうですね、まあ、これからも、まあ、今日みたいな勝ちを続けていかないと意味ないですし、まあ、遠くまでここまで夜遅い時間に応援来てくれた仲間であったり家族であったり保護者さんであったりそういう方々に、まあ、感謝の意味も込めてインカレ絶対行かないといけないし、もう全国大会行けるカテゴリーが残されているのはトップチームだけなので、まあ、やっぱり絶対にインカレ行くためにまずは次の一戦もう一回全員で一つの方向を目指して頑張りたいと思います。京都選手、まあ、次の試合が中2日であるというところで、まあ、そこに向けてはしっかりコンディションのところをしっかりチームで整えて臨みたいなというふうに思いますし、まあ、その瀬谷君も言ってた通りにあの声出し応援というところがやっぱり再開されて、やっぱりすごいパワーが正直もらえているというところもあるん でそれで寛大の中でもやっぱりその全国大会につながってつなげていけるカテゴリーがもうトップチームしかないっていうところで、まあ、そこに対しての、まあ、責任やったりプレッシャーっていうのはすごいあるんですけど、まあ、そういったところを、まあ、しっかりあの結果で示すっていうのがトップチームの役割というか責任であると思ってるんで、まあ、しっかりあと2試合勝ってインカレっていうところでもう一回あの順天のリベンジを果たせるように、総理大事派のリベンジを果たせるようにやっていきたいなというふうに思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。